こんにちは、速稼塾の久保です。攻めてますか、攻撃してますか、守ってますか、何かやってますか。ということでね、小さい挑戦を繰り返すという中で、私が意識しているのは、この動画の撮影の中でですね、どんな入れ立ちで登場しようかなってことですよね。これはないだろうみたいなのは今までも何回もお見せしてきたと思いますけども、今日はですね、このオタク T シャツといいますか、ラブライブの美少女 T シャツをわざわざ買ってきてですね、でこう着てその辺歩いているという私でございます。いやね、こういうふうなね、小さい挑戦によって自分の心理状態がどう変わるのか、そして周りの人がどういうふうな声かけ表情になっていくのかって非常に興味深いですね。ビジネスっていうのはそういうふうに何かの変化を自ら起こして注目させる、もしくは自分の商品を際立たせる、自分の存在を覚えていただくっていうのね、そういうふうなことにもなるのかなと思います。そう考えていくとね、私がね、この今住んでる町内で町内会長を推薦されたっていうのも目立ったからだと思うんですよ。私が立候補したわけじゃないですからね。こういうのは今回は満場一致で久保さんやりなっていうふうになったんですけども、そういうふうな指名させるような2年間を過ごしてきたってことでもあるんですよ。断るごとにこう質問をしたりとかね、断るごとに、これね、吉田さん一緒ですよ。こう町内会初めて参加した時に質問するんですよね。12区の久保ですっていうふうに言うんですよね。でまた質問して、12区の久保ですって手を挙げて、12区の久保です。こうやって質問を繰り返していくたびに、私の存在をその町の人にね、オフラインの人にこう言い続けてるということなんですよ。それがどこにつながってるかってことなんですけども、現在私ね、スマホのビジネスしてるんですよ。携帯利権の代行業、販売代理店ですか。これをね、先月始めたんですよ。携帯電話の料金が4860円になるというプランなんですよね。こういったカタログの商売なんですけどもね、4860円になるんですよ。で私自身はね、今3万円前後ずっとね、何年も携帯電話の料金に払ってきたんですけども、このプラン変更によってですね、先月から4860円なんですよ。むちゃくちゃ安いでしょ、ね、2万円以上、2万5000円の私は節約になりました。そればかりか、この4860円になるんですよってことをもう近所の方にお知らせすることによってですね、オフラインで、でこういった資料を持って説明するんですよ。それによって契約を取っていって、なんとですね、100名以上の方がサインしてくれましたよ、この3週間で。すごいでしょ。となると何が起きるかっていうと、私はね、携帯電話の料金が4860円になって節約ができただけではなくって、代理店の報酬が毎月入ってくるんですよ。これがどのぐらいになるのか楽しみですよね。だから今の試算では悪くても3万とか5万が毎月入るんではないかなっていうふうになってます、代理店報酬としてね、コミッションが。すごいなと思いますよ。断るごとに目立つ、断るごとに発信する、断るごとにアピールする、この小さな挑戦を積み上げてきた時にブレイクするものは何か、こういった新しいビジネスを手に入れた時にブレイクするんですよ。でも普段から人脈とかね、普段から目立つ、普段から発信するってことを積み上げていなかった方は、こういうふうなね、これじゃなくてもいいんですけども、チャンスを見つけた時に広めていくことができないんですよ。さあ今日のね、動画のまとめになりますけども、資産っていう話を以前もしました。動画が資産になりますよってことをね、お話して、それも吉谷さんもね、同意だと思うんですけども、これもうちょっと噛み砕いていくと、発信し続けてきたことっていうのが資産になるんですよ。何か言い続けてきたとかね、誰かに語りかけてきたこととか、誰かに励ましてきたこととかね、そういった積み重ねが、いつも聞いていただける環境、いつも自分の話を聞いていただける人っていうのを抑えておくことによって、自分が紹介したいものや売りたいものができた時に、それを引き続きお知らせすることができるんですよね。でもですね、通常そういうことしてなかったら、コツコツやってなかったら、知らせたい案件ができた時にだけ人に語りかけても、それは聞いてくれないんですよ。うわ、なんか急に売り込みに来たってなって悪い印象がつくだけです。だからそうならないように、あの人はいつもいろんなことを言ってるよねって状態にしといて、いろんなことの一つにしておくと、これがこけた時でも特にね、大きなバッシング受けないんですよ。たくさんの話をしてる中の一つですからね。でもたまに口開いたらビジネスのこと、たまに口開いたらセールス、たまに口開いたらなんかお願いするみたいな、そういうのに人はものすごく警戒感とか嫌悪感を抱くんじゃないかなと思ってます。ということで、これからもね、少しずつ目立つことをしていって、
世の中にね語り変えていきましょう。そして世の中の一番近くにあるものはお隣さんです。お隣にお住まいの方、マンションだったら隣のね鉄の扉を開けたそこにいる方にどのぐらいこう関係性をね作っていけるかっていうところ、それがビジネスの第一歩だと思います。インターネット上のどこかよくわかんない人、誰かわかんない人が何か買ってくれればいいなっていうのね、それはねもっともっと後なんですよ、だからもうね仲良くなってる人に物が売れずに、なんでね仲良くもない人に物を売ろうとしてるんだって話で今日は終わりです。いってらっしゃい。